はい、本日はですね、こちら半袖の T シャツ4つをね、比較していきたいなというふうに思います。ということで、まずはですね、一番最初こちらズドン。シュプリーム×バーバリーということでね、こちらの新品をご用意させていただきました。まあ、新品ご用意させていただいたというか、こちら視聴者さんにいただいたんですけどね。で、次に用意したのがこちらユニクロの、こちらも新品の T シャツを用意して、その次には、無印のね、こちら新品の、無印ラボかなの半袖 T シャツを用意して、最後にはね、キャプテンサンシャインという、まあ、大人の方だったらご存知かもしれないんですけど、この日本のブランドのね、T シャツ全て新品をご用意させていただきました。でね、これはねめちゃくちゃ比較しがいあるんですよ。まあなのでね、まず価格からいきたいなと思います。このシュプリームとバーバリーのコラボなら多分だいぶ高いと思います。まあ僕ちょっと調べた時にはね、定価っていうのはちょっとわからなかったんですけども、ネットやったら今5万円ぐらいで取引されてるみたいなんで、おそらくまあ2万とかぐらいやったんちゃうかなというふうに思うんですけど、これがねシュプリームとバーバリーのコラボの T シャツということになってます。で、次のユニクロはですね、非常にお買い求めしやすいです。これはですね、なんと1500円で書いてますね。なんかもともとの値段からシール貼られてこれ1500円になってるので、元なんぼか知りませんけども、1500円と、ゼロが1個ぐらい少ないですけどね、1500円。そして次は無印ラボ。これもまあ比較的そんな高くないと思うんですけども、そうですね、これも2990円なんで、まあ大体3000円ぐらい。ユニクロのまあ倍というと、ちょっと高く感じるけども、まあ3000円ぐらい。そして最後のキャプテンサンシャインの方が、これがですね、1万2000円って書いてますので、消費税入れたら1万3200円ということで、順番的に言うと高級、リーズナブル、高級という順番かなと思います。で、次はね、着用していきたいなと思うんですけども、さぞシュプリームさんは着心地いいんでしょうとかね、ユニクロはやっぱ着心地悪いんでしょうとかっていうこともね、気になる方もいらっしゃるかなと思いますので、まずは着用していきましょう。シュプリームこちら L サイズです。はい、と着てみました。L サイズいかがですかね。まあ、サイズ的には僕 L でも全然いけるかなと思うんですけども、こんな感じですね。前はこんな感じ。で、後ろとかはまあこんな感じの、まあ無地というかシンプルなんですけども、シュプリームでもね、たまに背面にね、プリントのあるタイプもあるんですよ。こういったこのティファニーとのコラボのやつとかやったら、こうやってティファニーって後ろにね、文字が入ってたりするんですけども、特にバーバリーのはね、なんか入ってるっていうこともなく、無地な感じで、こちら L サイズで着用しております。もういかにもロゴから見てわかりますよね。あ、これシュプとこれバーバリーやなって、もうバーバリーらしいロゴになってるんですけども、こちらが L サイズですね。なんかこうモニター越しで見ても嫌なやつですよね。こんな見た目でちょっと色黒くて、シュプのバーバリーの着て、なんかちょっと偉そうにしてるなっていう、ちょっと鼻につくなっていう感じだと思うんですけども、まあ鼻につきながら次のユニクロに行きたいなと思います。ユニクロも L サイズですね。はい、と、まあいかがでしょうか。ちょっとサイズ小さめかもしれないですね。さっきと同じぐらいのサイズ感で着るんやったら、もう一個上 XL でもいいかなと思うんですけども、ユニクロの、スーピマコットンっていうのやつですね。これが L サイズで僕今着用しております。まあ、パッと見た感じからわかりますけど、ちょっと肌着感ありますよね。で、これなんで肌着感があるかというと、まあまあ後でお伝えはするんですけども、ユニクロがこんな感じで L サイズです。で、次は無印の L サイズに行きます。はい、次の無印はこんな感じですね。これあれですね、ゴム丈というんかな、ちょっと丈が、それが長めのタイプで、まあ、流行りのオーバーサイズっぽい感じなんかもしれないですけど、これもね、同じく L サイズで今着用しております。まあ、これはね、めちゃくちゃね、この見るからに着心地良さそうでしょうけども、着心地いいですよ、これはね。で、こちらが L サイズでしょ。そして次のキャプテンサンシャインは、サイズがね、L がなかったんで、42っていうサイズを買ったんですよ。なので、42は、調べてみたら XL やったんで、ちょっと大きいかもしれないですけどね、一回着てみたいなと思います。なんかサイズ的にはあれですよね、さっきの無印に結構似てるような感じで、ちょっと丈が長めの感じかなと思うんですけども、厚みはやっぱ全然違いますね。またこれ厚みもね、後で計測して見てもらおうかなと思うんですけども、少しこうゆったりしたサイズ感で、こうコットン独特のね、風合いとかが若干出てるんですけども、まあそれもまた後で言うとして、こういった感じがサイズ感ということになっております。なので白 T と一口で言っても、全然ちょっとスタンダードなシュプみたいな形から、ユニクロみたいなね、肌着みたいな感じもあるし、まあ、こういったちょっとオーバーサイズのトレンドっぽい感じのね、形まで幅広くあるんですけども、次はどうせなら、機械で厚みを測っていきましょう。本当に着てる感じで分厚いとかだけじゃなくて、ちゃんと数値でどれぐらいの厚みがあるんかっていうのもね、見てもらいたいなと思いますので、それではですね、こちらのシュプリームから、まずは厚み測っていきたいなと、全部袖でね、いきたいなと思いますけども、この袖の折り返した後のこの薄いところでね、測っていきますので、まずはシュプリームの厚みというのがですね、 0.520519 ということで、これは分厚いの分厚くないの、はっきりとわからないですよね。まあこれが基準になっています。まあ M1 の審査員もそうじゃないですか、年末に
漫才というのもまず1組目が基準となりますので、こちら 0.520 という数字を覚えておいてくださいね。そして次にいかにも肌着っぽかったユニクロですよね。この肌着っぽさ、肌着っぽいユニクロはどれぐらいの厚みなのか、ではいきますよ。ズドン 0.398mm、 0.397mm になりましたね。確かにさっきのシュプノースよりはちょっと 0.1mm、2mm ぐらい薄くなってるのがこの数値でわかるかなと思うんですが、次の無印は僕の体感ではシュプノースよりちょっと分厚いかなぐらいのイメージだったんですけども、次の無印どうでしょうか。シュプノースよりは薄いですね。 0.444 ということで、あんまり語呂の良くない数字がちょっと並んじゃいましたけども、厚み的には現在暫定第2位ですね。そして最後、こちらキャプテンサンシャイン、これが多分一番分厚いと思います。もう着た感じからもう全くじゃなかったからね。厚みはどれぐらいでしょう。 0.610mm ということで、まあ 0.6mm ぐらいということなので、やっぱりこれが一番分厚いかなと思います。はっきり言って 0.1mm ぐらいってそんな違うと思うかもしれないですけど、全然違います。でさっきのユニクロなんかね、これ 0.4mm でやったでしょ。で次このキャプテンサンシャイン 0.6mm でしょ。もうさっきパッて来た時見た感じでもユニクロの方は下着っぽかったじゃないですか。やっぱ薄いからね。だけどこう一番分厚いこのキャプテンサンシャインはトップスっぽさがあったと思うんですけども、まあそういった厚みがまず違いますよと。で次はですね、そもそも高い T シャツと安い T シャツってどこ見たら分かりますのという話をしていきたいなと思うんですけども、簡単です。原価の安い T シャツっていうのはですね、この裏のタグをこうやってパーって見てもらってですね、ここに書いてあるのが、このユニクロの場合は綿って書いてあるんですけど、ポリエステルとかナイロンって使われているのは基本的に原価は安いです。で綿が原価は高いんやけども、他のこのシュプリームのやつも見てみましょう。シュプリームのやつもこれがですね、綿とコットンって言い方は一緒なんやけども、ここに綿って書いてあるんですけどね、綿100とかコットン100って書いてあるので、まあこの辺はね、スシローでいうところのまあマグロやと思ってください。あのまあマグロの中でもランクってあるでしょ。いいマグロ悪いマグロってあるけど、まあ回転寿司の中でやったらまあマグロが一番高いよねと。でまあ卵とかって安いよねってイメージで、まあ卵とかがポリエステルみたいな感じだから、あの辺はもうどう考えても安い、どう作ろうが安いんですけども、このマグロたちはですね、そのマグロの中でも高い安いってあるんですよ。だから次はね、その原価っていうのをまず見ていきたいなと思うんですけども、先に答えから見ます。最も一番原価が高いっていうのはこのキャプテンサンシャインのやつです。でそれはね、いや値段がこれお前1万2000円してるから高いんやろっていうわけじゃないんですよ。まあそれは後で言うからちょっといいとして、一番最初これで、2番目に原価が高いのはこのユニクロの、さっきの下着みたいなスーピマコットンの T シャツです。でその次に原価が高いっていうのがこの無印の T シャツになってて、一番原価が安いのは何っていうと、意外とこのシュプリームとバーバリーのやつが原価としては一番安いです。だからその販売値とかじゃなくて一回無視してくださいね。原価だけのお話をしますので安いです。ではですね、なんでじゃあ原価が安いのということでいきたいんですけど、この横にまずじゃあ世界地図出しましょう。今から社会の授業でも始まるんかなと思ったでしょ。そうなんです、社会の授業に、僕もともと社会の先生なので社会の授業今から始めるんですけど、そもそもコットンって取れる場所世界中でも限られてるんですね。で日本では取れるんですかって言ったら、実は取れないですと。もうほとんど服作るまでは取れませんということで、ちょっとしたねハンカチぐらいだったら作れるぐらいのコットンっていうか植物の綿は取れるんやけども、世界中で見たらやっぱり有名なところってアメリカとかね、でその次にやったオーストラリアとかね、それがやったら中国、インド、エジプトと、まあ、この辺がコットンが膨大に取れる場所なんですよ。で、あ、なるほどと。まあ、マグロもそうですよね。どこでも取れるわけじゃなくて、どこどこに行ったら取れるけど、どこどこじゃ取れないんだよと全く一緒で、コットンも取れる場所っていうのがあるんですよ。だから、綿100って書いてると、あ、取れない場所もあるんところで取ってるんだなと。で、逆にポリエステルってなったら、どこでも作れます。もう、北極であろうが、南極であろうが、機械さえ置いてしまえば、どこでも作れるっていうのが、まあ、人工の繊維なんで、ポリエステルはどこでも作れる。ナイロンもそう、どこでも作れるということなんですけど、まあ、このコットンというのは取れる場所がそもそも限られてるんだよと。だからまあ魚の漁師と一緒、マグロと一緒で取れる場所って違うんだよと。うちの嫁はウニが好きなんですけども、北海道とか行ったらね、ムラサキウニってあると思うんですけど、それじゃあ奈良で取れますかって言ったら、奈良ではもうそもそも海ありません。僕奈良出身なんですけどね、奈良海ありません。それは北海道でしか取れませんと全く一緒で、コットンもここでしか取れませんっていうコットンがあるんですよ。でそういうコットンはめちゃくちゃいいコットンなんですよね。コットンの名前でもブランドがついてるコットンがあるんですよ。それを使用してるっていうのが、まあ、一応このさっき言ったユニクロであったり、これはアメリカのコットンですけどもね。で次にキャプテンサンシャインとかがそういったブランドのコットンを使用してるので、まあ、ちょっと原価が高いですよと。じゃあなんでシュプリーム安いんですかと。これもブランドのコットン使用しないとお前どこを見てそんなこと言えんねんって感じだねんけども、このねシュプリームの、ね、T シャツとかもね全然悪い生地とかではないんですけども、こういう T シャツ生地になる前ってもともと生地の前は糸じゃないですか。で糸の前は植物のコットンなんですけど、まあ、その植物のコットンが長ければ長いほど
こうしなやかなね着心地になってくるんやけど、短ければ短いほど短いものをこうつないでいかんと一本の糸にできないんですよね。でも長い糸やったらもう2回つないだだけでも長い糸になるけども、こういった短い糸を使ってる場合っていうのは比較的そういうブランドのコットンではなくて、どっちかというと糸にこだわってるっていうよりかはこうブランディングとか、そういう流行りとかデザインとかそういうところにこだわってるのがこのシュプリームというブランドになるので、そもそも原価はかかってないと。でこれだけじゃなくてですね、僕この間生地屋さん行ったんですね。ほなシュプリームで使ってるダウンで使ってたナイロンの生地が見たんですよ。でこの生地おいくらするんですかいう話になったりしたらですね、皆さんが考えてるより相当安い金額でした。だから原価としてはめちゃくちゃ安くて、僕が着てるこの T シャツとかこのキャプテンサンシャインの、10分の1ぐらいの値段で生地が売られておりました。まあそれぐらいね、まあもともとそういう原価にこだわってるとか素材にこだわってるブランドじゃないので、まあそういうところで一番原価は安い、まあこれは当然なんですけど、で次にこの無印の方が安くなってくるんですけど、これなんでかっていうとね、でこれもね、まあいい糸使われてるんやけども、そのいい糸の中でもまあお肉と一緒 A5 ランクって言ったらもう最高級、もうこれ以上上ないっていうのがあって、まあ A4、A3、A2、A1 ってあったら、まあ、A1 ぐらいの糸が使われていると。でそもそもシュプリームに関してはそのブランド牛でもないっていう感じの、まあ、ただのお肉っていう感じですね。でこれがまあ A1、A1 のお肉ぐらい和牛かなっていうこと で次にこのユニクロの方が世界三大コットン、あ A4、A3 レベルの、ね、コットンがあるんですよ。それがアメリカのスーピマコットン、これアメリカのスーピマコットンですね。そして次にギザコットン、そして中国のコットン、この3つが A4、A3 和牛レベルの糸、コットンですね。コットンの中でもそのランクがあるので、まあ、それが使われておりますと。だから値段はね1500円で安いんですけど、そもそもの原材料はめちゃくちゃ高いよと。でじゃあなんでこんな安くできるのっていうと、その畑ごと多分買ってると思います、ユニクロは。だからこの畑全部買ってるって自分らの土地にしてたり、もう契約した農家と契約してるから相当安い金額で仕入れると思います。これ同じ糸を他のブランドが仕入れたらこんな値段では出せません。だからこれはすごいんですけどもね、その糸の原材料の話しますけどね、まあそういうことになってて、最後に一番いいのはこれは A4 ランクぐらいですかね、もう最高級の次っていう感じで、これ実はスーピマコットン、そのアメリカのねコットン使われてるのプラスもう一個ねブレンドされてるんですよ。そのブレンドされてるっていうのがインドのねスビンコットンっていう糸もねブレンドされてて、まあ、これが A5 ランクです。もう完全にトップオブトップっていうのがスビンコットンとシーアイランドコットン、このコットンがもう幻って言われてるんやけども、まあそのコットンも一応ブレンドはされてる、何パー使われてるかわからへんけども、そのアメリカのスーピマコットンっていうブランドのコットンとインドのスビンコットンっていうのがブランドされてるということで、あブレンドされてるということで、まあ、これが最も原価が高くなるよねということで、めちゃくちゃマニアックなお話をしたんですけど、それから戻ってきてください。このノーブランドのコットンを使われてるシュプリームっていうのはそんなに原材料には凝ってない、そういうブランドじゃそもそもないということなんで、それが悪いとかじゃなくてそういう風に凝ってないということなんですね。でもやっぱりこれ着るだけでやっぱファッショナブルなイメージが出たりとかね、ちょっとおしゃれなねイメージが出たりするっていうことなんで、その原材料云々とかじゃなくてそのデザインとして一つこうファッションを楽しむっていうことでねありやとは思うんですけど、そんなことになってるということなんで、最後にね、まあ、簡単に特徴だけ言っていって終わりだなと思うんですけど、まずこのシュプリームね、もうこれは希少性ですよね。もう手に入らないということなんで、それは5万出してでも欲しいって思う人いてるわっていうのはね分かりますよね。数がそもそも少ないから欲しいって思う人がいてれば、それは値段も上がってくるという、まあ、世の中の経済の道理ですよね。そして次にこのユニクロのスーピマコットンの T シャツに関しては、糸はええんやけどもそもそも厚さがないのでね、もうちょっと厚くしていけば1枚でも着れると思うんですけど、薄いのでもう肌着っぽくやっぱどうしてもなっちゃうんですよ。だからこれに関してはもう思い切って肌着にするっていうのはめちゃくちゃ着心地いい、普通の肌着と比べたらめっちゃ着心地ええんやけども比較的安価にこのスーピマコットンを楽しめるっていうことなんで、もう完全インナーに特化しちゃうのはねこれはこれでありやと思うんですけども、まあそんなことになってると。で次がこの無印の方ですね。で無印の方は一番これ実用的なんちゃうかなと思います。値段的にも言うたら4000円ぐらいでしたっけ、嘘3000円か、2990円って3000円でしたね。安いの でそれでいてこう長調面いい糸を使ってるので、まあ、それを楽しめるということなんで、もし仮に白でね着とってもね、まあまあスパゲッティとんでもね、まあ2,3000円やったらええかなって思えるじゃないですか。まあしゃあないなと思えるような価格帯やから、一番まあ実用性のあるようなね T シャツになってるんじゃないかなということと、まあ最後のこのキャプテンサンシャインに関しては、まあ一番トレンドですよね。そんだけいい生地を使ってて、まあスタンダードに普通寄るんやけども、普通スタンダードに寄らずに、あえてトレンドに引っ張ってきたっていうところがね、このキャプテンサンシャインのね、特徴的なところじゃないかなと思います。だから普通にこういった無印とかと、やっぱそろそろ差別化はしますよね。さらにもう1ランク、2ランクいい生地使ってて、まあ肉厚やから、よりこう、
チープ感のないというかちょっと品のある感じになってくるので、まあ、このあたりがね T シャツということになっておりました、まあ、だから T シャツ一言で言うとね結構いろいろあるんですよね。だからまあそのコットンを使うのはもちろん大前提、これは今回コットンの T シャツしか紹介しないけども、そもそもポリエステルとかっていう使ってくると、まあ、ジムの服みたいな感じになってテカテカしてくるんですけど、あんなんはものすごい安いというか原価はそんな高くないっていうことで、こういったコットンのどれぐらいっていうと1メーターで何円って僕ら言うんですけど、その1メーターで考えると、まあ、ゼロが1個少ないぐらいがポリエステルとかナイロンとかそのあたりになってきて、逆にこっちの天然繊維ってもう限られてますのでなかなか取れへんので、そういうのはやっぱり10倍ぐらいともすれば20倍30倍してくるっていうぐらいになるんですけど、まあその辺がね今回半袖の T シャツの見分け方、あなるほどこれが高い T シャツか、あこれが安い T シャツか、僕はブランドで騙されないよっていうね、まあ目を一つ持っていくのもありかなと思いましたんで、まあ今回ご紹介させていただきました。でもねこれはねあくまで原価の話いっぱいしましたけども、あとはそのそれぞれのねファッション性とかその見せ方によってね変わってくると思いますので、まあこういった今回は白 T の半袖を比較してみたという動画になってます。また別動画でお会いしましょう。ありがとうございました。